6月20日まで坂出市民美術館で第9回坂出の四季フォトコンテストが開催されました。最終日となる20日に行われたのは、審査委員長を務めた山崎裕二さんによる入賞作品の公表会です。参加したのは入選作品の作者らで、一般の来場者も聴講することができます。山崎裕二さんは奈良市在住の写真家で、このコンテストの立ち上げから審査員を務めています。山崎さんは佳作、各部門賞、最優秀賞の合わせて13作品の見どころや評価した部分を一つ一つ丁寧に公表していきました。本谷さん、写真は長いんですか？15年ぐらいです。とってる、この人物は恥ずかしながら私中国で何とも考えられないし、でもね、これね、チップはしてたらね、この広がりないですよね、ここしてると。そしたらもうそこで風感じないんですよね。ここでもジッパーを下ろした状態で歩いてはるんで、これセクタイのリボン、インターバルで名前が、なるほどね、はい、また会場を訪れていた高校生の作品にも触れ、公表会は和やかな雰囲気となっていました。高校生の場合はね、本当にもう君の写真大学の生贄やからね、大概のことをやってくれるからね、子供たちはね。君も3年生か、じゃあ何言われるか分かってるよね。卒業して来年テレビカメラに向かって、来年も頑張るぞ、ちょっと来年も頑張るぞ、 OK、 はい、ということで皆さん覚えておいてください。いや、もう大変もう嬉しくて、思いがけずいただきまして、本当にありがとうございます。ちょうど雲がええ日に行って、それだけ足らんのでちょっと恥ずかしながら自分で歩いてみました。いやいや、もうほんまにありがたいことですけど、思いがけず褒めていただいて、もう感激しております。境でいうところは、写真写りのええ場所がたくさんあると思うんです。ですから、ちょっと走ったらすぐ写真になる場所があるんで、いいところに住んでよかったなと思います。はい、本日はありがとうございました。境で市接種校70周年を記念して始まった境での四季フォトコンテストは、来年で節目となる10回目を迎えます。来年の作品も楽しみです。